はい、今日は仕事の都合で品川に来ています。最近はずっと自宅にいたので、久しぶりに県境をまたいで埼玉から都内へ来たんですけど、もう仕事の方が終わったのでこれから帰ります。普段だったら電車で来るんですけど、こういう時なのでできるだけ人混みを避けるために今回は車に乗ってここまで来ました。今回はこの日産の電気自動車リーフで来ました。これ日産のカーシェアで、ね、借りてきたんですけど、今ちょうどその日産のカーシェア e シェアモビっていうカーシェアなんですけど、それが1600円分無料で使えることになっているので、だいぶ安く利用できます。で、今から駐車料金払って出るんですけど、やっぱね、都会っていうのは駐車料金がすごく高いです。ここはでもまだ安い方なんですよ。この駐車後24時間最大で1980円、だから1980円で超えることはないんですよ、24時間以内に出せば。でももっとね、この品川の駅に近い方だと24時間で2500円からだいたい3800円ぐらいするんですよ。まあ、ここはまだね、駅から徒歩で10分ぐらい離れた高輪にある駐車場なので、まだそこそこ安い方です。自分のね、地元とかだとすごい田舎なので、駅前とかでも24時間300円とか400円で止めれるんですけど、まあこのね、東京の23区内だったら、24時間で2000円超えなければ安い方です。だからこれが都会と田舎の差ですよ。さて、じゃあ帰ります。ロック板下がってるね。 OK、 よいしょ。なんやかんやね、駐車場代は1550円でした。2時間ぐらいしか止めてなかったのでね、それぐらいで済みました。暑いな、もう今日本当に暑いんですよ。こんなスーツなんて着てられないや。ちょっとつけますね。電気自動車だからめちゃくちゃ静かなんですよ。全く音がしない。いや、31度あります。もう5月でこれだったらもう夏なんて迎えられないな。こんにちは、 ETC カードを確認しました。帰りますか。これが今回借りているこの日産のカーシェアのホームページなんですけど、2020年の5月1日から31日まで利用1回あたり1600円分、大体だから2時間相当の料金を無償で貸し出してくれるというサービスです。で、この1600円を超えた分は自分で払うという形になります。まあ、今回ね、これどうして無償になってるのかというと、こうやってコロナウイルス感染拡大しているので、できるだけそういう電車に乗らずに車で移動できるようにといったね、この、カーシェア側からの配慮で、1600円分無料で使えるということです。だから今回の無償提供は緊急時を含む最低限必要なご利用を想定した対応で、それ以外のご利用はお控えくださいとここに書いてあります。で、今回ね、自分は仕事でこうして都内に来ているので、緊急時と言ってもいいと思います。で、ここにね、バッテリー残量 83% って出てるんですけど、だいたい 83% でこの230キロぐらい走れるっていうことですね。で、これ最初 100% だった時でだいたい290キロっていう表示が出てたので、だから往復280キロ90キロぐらいのお出かけなら、この車で行けるという感じですね。でもやっぱり普通のガソリン車に比べると走れる距離が短いので、そんなに遠出には向いてないですけど、ちょっと近所で走るぐらいとか、今回の自分みたいにこうやって埼玉と東京を行き来するぐらいだったら、十分行って帰ってこれます。それに車に乗る方は知ってると思いますけど、最近は道の駅とかサービスエリアとか、あとコンビニとかスーパーの駐車場にこの電気自動車を充電できるステーションがついてることがだいぶ多いので、もしこのバッテリーがなくなってきたら、そういうところで充電すればまたね、その分走れますので、こういう都会だけじゃなくて、最近は田舎の方にもこういう電気自動車の充電ステーションができてきてるので、充電すればそんなに困ることはないと思います。で、このナビでもね、充電のできる場所が、どこだったかな、この充電スポットを探すとかで、現在地周辺から探すでね、この辺にある充電スポットがね、こうやって表示されます。結構、東京なんでね、東京は結構多いですけど、こんな感じでね、ナビで検索することもできるので、いざとね、なった時はこれで充電スポット探して充電すれば問題ないと思います。あと、この車は前後と左右の、合計4箇所にカメラがついているので、このカメラっていうのを押すと、これがね、前のフロントについているカメラで、こっち側が、前と後ろと、左と右側の4つのカメラを合成して、車を上から見下ろしているように表示される
カメラですね。だから結構駐車するときとかねだいぶ楽です。でもう一回カメラをね押すと、今度はこれ左側のカメラと、前のカメラの映像ですね。でこの運転席から見るとそっちのね左の下の方がもう死角になって直接見えないんですけど、このカメラをね見ればその左側の死角になってる部分もちゃんと見えるので、まあ、だから例えばちょっと路上駐車するときとか狭い道で対向車とすれ違うときに左の路肩目いっぱいまで寄せたいときってあるんですけど、このカメラを見れば簡単にね左側目いっぱいまで寄せることができます。でもう一回押すと、これはね前だけの映像ですね。あとはギアをバックに入れると、これが、後ろのカメラの映像と4つのカメラ合成させたこの映像が見えるので、このバックでね駐車するのもだいぶ楽だと思います、これ見れば。あとこの車はこのシフトレバーがねすごい変わった形をしてるんですよ。こんな感じで円形になってて、これを上に動かすとリバースバックですね。でこれをね下にするとドライブで、ドライブの入った状態でもう一回動かすとこれがエンジンブレーキになりますね。でこの真ん中の P っていうボタンを押すとパーキングに入るという感じです。あとパーキングブレーキは、最近入りの電動式のパーキングなので、これをね今これかかってるのが、これ今かかってる状態なんですけど、これを下に下ろすとパーキングブレーキが解除されます。で上に引くとパーキングブレーキがかかります。さてじゃあこのまま帰っていきます。行きは首都高で来たんですけど、帰りは下道で一般道で帰ります。右方向です。その先右方向です。目的地には16時46分ごろ到着の予定です。こんな狭いね路地裏なので自転車とか歩行者に気をつけないとね。っていうのは本当に走りにくいです。車だとやっぱね電車で来る方がねいいとは思うんですけど、でも結構ね自分もこうやって東京都内をね車で走るのも好きです。まもなく右方向です。おばあちゃんちょっと危ない。そしてこの右側の子供も危ない。これね子供のね自転車とか特に気をつけてないとね。広い道に出ます。この正面が品川駅ですね。これ今品川駅の前の道国道15号走ってるんですけど、この、ね、右側が、高輪ゲートウェイです。で今左前方にねパトカーがいますけど、この23区内はね本当にねパトカーとかね白バイとかが多いので常に気をつけてないとどこで捕まえられるか分かりませんから、これ車線変更、ね、禁止のところで、ね、車線変更したりとか一時停止を、ね、見落としたりするとねすぐ後ろからサイレン鳴らして追いかけられますから、結構ねこの都内23区内の運転はいろいろと気をつけることが多いです。赤羽橋とか芝公園のあたりですね。これ今正面に、ね、東京タワーが大きく見えてます。これ事故してるよアウディ大丈夫か。久しぶりにこんな東京タワーの近くまで来ましたね。あまりねこういう、ね、首都圏に住んでてもね東京タワーとかスカイツリーとか、ね、意外と見る機会がないです。案内通りに走ってるだけなんで、およそ300メートル先赤羽橋を斜め右です。いまいちねどういうルートで帰るのか自分も分かってません。
構ね、結構新宿とか渋谷の方は車でもね、埼玉から車で行ったりとかすることはねあるんですけど、周りでこの品川の方はね車で来る機会がないので、初めてね来ましたね、品川は車で。これが今芝公園の辺りを走ってます。およそ300メートル先、芝公園3丁目を左方向です。これ黄色でね止まらないとね、今すぐそこに白バイがいたから、なんかあえているんですよやっぱり。この今左側が東京タワー、右側が芝公園とか、東京プリンスホテルです。まあでも本当にね、やっぱ人が少ないですよね、今の都内は。品川とかもね、やっぱオフィス街だから基本的に平日ってすごい混んでるんですけど、今日はそこまでそんなに混んでなかったですね。まあ自分が行ったのが、ね、時間帯がもう昼とかだったので、それもあるかもしれないですけど、いつもの品川よりはだいぶ空いてました。でここが皇居ですね。もう左側が皇居です。で右側が東京駅方面。この右側に見えてる高層ビル群が丸の内のビル群です。このカメラでどんな感じで映ってるのかよくわかんないけど、まあ、多分今のところ大丈夫そうですね。皇居はあれですね、皇居ランナーっていうのがいますけど、結構ランニングしてる方が多いです。ね、やっぱね、体も動かさないとね。で、これをこのまま直進していきます。およそ500メートル先、分岐を直進です。この辺は何回か走ったことあるから、ちょっと分かってます。今水道橋まで来ました。この正面が東京ドームです。もうすぐ、ね、左側に、ドームが見えてくると思います。ここですね。でこの左正面に見えてるのが、この先東京ドームシティ、およそ8キロ先、観覧車とかジェットコースターが渋滞です。国道17号線が渋滞あるところです。まあ、ちょうど信号で止まります。後ろに今白バイが来たよ。この白バイのね、白バイとかパトカーの前を走るのってちょっと緊張しますよね。今ちょうどね、この自分のすぐ後ろに白バイがいます。はい、今板橋区高島平まで来ました。もうね、埼玉はすぐそこです。この先、17号線の新大宮バイパスに入って荒川の橋を渡れば、東京と埼玉の県境です。この右側が三田線の新高島平駅です。今回ね、埼京線の北与野駅のあたりまで行くんですけど、だいたいここから30分ぐらいで着きそうですね。およそ500メートル先、左方向、側道です。およそ300メートル先、左方向、側道です。まもなく左方向、側道です。その先、右方向です。みその2丁目を右方向です。でこれ
右に曲がると、新大宮バイパスです。で、ね、すぐそこがもう荒川の橋なので、もうねほぼほぼ埼玉です。でここから橋ですね、荒川の。板橋区から埼玉県和光市に入るんですけど、この一瞬だけ和光市に入って、ここからまたすぐ戸田に入るんですよ、戸田市に。でそういう感じの、ね、橋です。東京都板橋区から一旦埼玉県和光市にね、本当に数メートルだけ一瞬入って、でまたすぐに戸田市に入ります。この先右側に専用レーンがあります。帰ってきたようなもんです。なんかこのままずっとバイパスを進んで、あとどのぐらいだったかな、なんかどっかでね右に曲がると到着です。はい、それで元の駐車場に到着しました。帰ってきました。ね、17時まで借りてるので今16時48分だから、まあ、ちょうどいい感じですね。あ、気温もさっき30度だったけど26度まで下がってます。ちょっとね多少ね涼しくなりました、やっぱり夕方だから。じゃあこれであとは返却して帰りますね。でこの車電気自動車なので、当然ね返却するときにこの充電プラグをつながないといけません。ねこのボタンを押すと開くようになります、前が。で、ね、ここをね開けます。だからね普通の車にはガソリン入れるのと同じでね、こうやって止めてる間に充電プラグをつないで充電しないといけません。ここに挿します。これをね外して、で接続、よし、 OK、 これで完了です。ここにね充電のランプがついてるので、これが点滅したら OK です。よいしょ。このグローブボックスの中にこの車の鍵を、ね、返却します。よいしょ。でこれで、返却に回して完了。リアガラスのところに、タッチ式のカードリーダーがついているので、ここに自分の免許証をタッチします。ちょっと免許証はね個人情報がいっぱい書いてあるから、まあ、見えないようにね、鍵がねかかりました。 OK です。であとはこれを車のね後ろに置きます。はい、これで全て終了です。帰りましょう。いや、よかったね電気自動車。これね結構ねスピードも出るんですよ、加速もいいし。最初ね電気自動車だからそんなに期待してなかったんですけど、全体的に装備もいいし乗り心地もいいし結構いいんですよねこの車。それでは今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。